はいどうも、こんにちは、こんばんは、しばです。今回は OBS にキーボードやマウスの入力をリアルタイムで表示させる方法について解説します。PC ゲームの実況をやっていると、どのようにキーボードやマウスの操作をしているのか手元を見てみたいと視聴者さんから言われたことはありませんか？そんな時は手元をカメラで撮影して表示させる方法がパッと思いつきますが、カメラやカメラアームなどの機材を購入する必要がありますし、実際にどんな操作をしているのか詳しく分かりにくくなっています。そんな時におすすめなのが今回解説する方法で、実際に設定を行うとキーボードやマウスの入力を OBS にリアルタイムで表示できるので、その状況を録画や配信できたりします。何のボタンを押しているのかはっきりと分かりますし、誰でも無料で利用できるので、実際の方法が気になる人は最後までチェックしてみてください。ちなみにコメント欄でも質問を受け付けていますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またメール講座でゲーム動画を投稿して稼ぐための情報も発信しているので、説明欄の各情報もチェックしてみてください。今回の設定を行うにあたって Noh Board というソフトを使う必要があるので、こちらをダウンロードしていきます。ちなみに Windows の PC を使用して解説していくので、あらかじめご了承ください。まずは説明欄に Noh Board のページのリンクを記載しているので、実際にクリックしてこのような画面を開いてください。実際に開けたら画面右上にある Go to Download をクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、少し下にスクロールすると Noh Board リライトはにゃららんなん .zip というのがあるので、クリックして圧縮フォルダをダウンロードしてください。ブラウザで Chrome を使用している場合は画面左下に圧縮フォルダがダウンロードされるので、ドラッグしてデスクトップ画面にドロップしてください。もしも他のブラウザを使用していてどこにダウンロードされたのかわからない場合は、エクスプローラーの画面で PC をクリックしてダウンロードをクリックすると、先ほどダウンロードした圧縮フォルダがあるので、ドラッグしてデスクトップ画面にドロップしてください。次に圧縮フォルダの上で右クリックして全て展開をクリックしてください。次にどこに展開するのか決める画面が表示されますが、展開場所は何も変更しなくて OK です。完了時に展開されたファイルを表示するにチェックが入っていることを確認できたら展開をクリックしてください。すると展開したフォルダが表示されます。ただこのままではデフォルトのキーボード配列が海外仕様となっており、日本語に対応していない状況となっています。なので JP キーボードセットというものをダウンロードして機能を追加してあげる必要があるので、その方法を解説します。まずは説明欄に日本語キーボードで Noh Board を使うというページのリンクを記載しておくので、実際にクリックしてこのような画面を開いてください。次に用意するものの項目にある JP キーボードセットのリンクをクリックしてください。するとこのような画面が表示されるので、ダウンロードをクリックしましょう。ブラウザで Chrome を使用している場合は画面左下に圧縮フォルダがダウンロードされるので、先ほどと同じようにデスクトップ画面にドラッグ&ドロップしてください。次に圧縮フォルダの上で右クリックして全て展開をクリックします。次にどこに展開するのか決める画面が表示されますが、展開場所は何も変更しなくて OK です。完了時に展開されたファイルを表示するにチェックが入っていることを確認できたら展開をクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、JP キーボードセットをクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、先ほど展開した Noh Board のフォルダ内にあるキーボードのフォルダにグローバルと LikeJP109 のフォルダをドラッグ&ドロップしてください。これで Noh Board に日本語キーボードの機能を追加できます。次に Noh Board の設定を行っていきます。まずは Noh Board のフォルダ内にある NohBoard.exe をクリックしてください。すると青い画面が表示されますが、その画面内で右クリックしてロードキーボードをクリックしてください。次に表示された画面内にあるカテゴリーの項目をクリックすると、様々な種類のキーボードを選べるようになっています。実際にクリックするとキーボード全体が表示されたり、一部分だけが表示されたり、マウスも表示されたりと様々な種類を確認できるので、好きなものを選んでみてください。今回は JOAO7YT という FPS ゲームにおすすめなキーボードとマウスの表示設定で解説します。次にキーボードスタイルの項目ですが、各項目をクリックすると様々な表示に切り替えられるので、好きな表示方法を選んでみてください。今回はこのような表示で設定していこうと思うので、クローズをクリックして設定画面を閉じましょう。基本的な設定は以上になるので、あとは OBS 側で設定を行えば OK です。この設定で問題ないのであれば、後半で解説している OBS の設定方法を確認してください。ここからは特定のボタンを追加、削除したり、サイズ変更や位置調整方法について解説していきたいと思います。細かい調整を行いたい人はチェックしてみてください。まずは特定のボタンの追加方法を解説していきます。画面内で右クリックしてスタートエディティングをクリックし、編集モードに変更してください。次に背景部分で右クリックして、Add Elements の中にある Add Keyboard キーをクリックしてください。すると新しいボタンが追加されるので、クリックして選択した後に右クリックしてエレメントプロパティーズをクリックしてください。するとボタンの設定画面が表示されます。まずはテキストの項目についてですが、通常時に表示させたいボタンを入力してください。今回は参考例として6のキーを追加してみようと思うので、6と入力します。次にシフトテキストの項目ですが、シフトキーを押している時に表示させたいボタンを入力する必要があります。6の場合は AND になるので、この項目には AND を入力してください。これで通常時は6が表示されて、シフトキーを押している時は AND が表示されるようになります。次にキー構図の項目を設定しますが、キーボードからの文字の入力を識別するためにキーコードという番号を入力する必要があります。説明欄にキーコード表を確認できるページのリンクを記載しているので、実際にクリックしてこのような画面を開いてほしいのですが、6の場合は54がキーコードとなっています。なのでキー構図の項目には54と入力してAddをクリックしてください。そして実際に6を押してボタンが反応するのか確認してみましょう。ちなみにこちらのキーコード表は Windows でのキーコード表となっています。Mac は持っていないので検証できていませんが、おそらくこちらのキーコード表を参考にすれば問題ないかと思うので、説明欄に記載している Mac 用キーコード表のリンクからチェックしてみてください。ここまで設定できたら Accept をクリックして設定を確定させれば OK です。次にボタンサイズの変更方法と位置調整方法を解説します。まずはサイズの変更方法からですが、変更したいボタンをクリックして選択し、カーソルを端に合わせると線の色が赤く変化します。この状態でドラッグすることでサイズ調整することが可能です。もしも間違えてしまった場合は、Ctrl プラス Z のキーを押すと、1つ前の状態に戻せるので覚えておいてください。位置調整を行いたい場合は、ボタンをドラッグしながら移動させたり、ボタンを選択した状態で十字キーを押すことで微調整できるので覚えておきましょう。次に不要なボタンもあるかもしれないので、削除方法も解説しておきます。実際に削除したいボタンをクリックして選択したら、右クリックしてRemove Elementsをクリックしてください。すると不要なボタンを削除できるので覚えておきましょう。各ボタン設定が終わったら編集モードを終了させるようにしてください。やり方としては何もボタンを選択していない状態で画面内で右クリックしてStop Editingをクリックしてください。これで編集モードを終了させることができます。実際にボタンの編集を行った後は設定を保存する必要があるので、その方法を解説しますが、画面内で右クリックして、Save Definition の中にある Save to JOAO7YT/FPS をクリックしてください。これでボタン設定を保存できたので、この画面を閉じて後日また起動した場合でも同じボタン設定で使用することができます。次に OBS での設定方法を解説します。まずはソースの中にあるプラスをクリックしてウィンドウキャプチャーをクリックしてください。次にソースを作成、選択と表示されますが、分かりやすい名前をつけて OK をクリックしてください。今回は初期設定のまま解説していきます。次にプロパティの画面が表示されますが、ウィンドウの項目に Noh Board を選択して OK をクリックしてください。すると OBS にキーボードとマウスが表示されます。ただ緑の背景が邪魔なので、これを透過させていきますが、フィルターをクリックしてください。するとフィルタ設定の画面が表示されますが、画面左下にあるプラスをクリックしてクロマキーをクリックしてください。次にフィルタ名を決める画面が表示されますが、特に変更することなく OK をクリックしてください。すると緑色の部分が透過されます。他に設定をいじる必要はないので、閉じるをクリックしてください。実際に OBS の画面も確認してみると緑色の部分が透過されています。あとは実際にゲーム画面も表示させて、邪魔にならない場所に位置調整とサイズ調整を行って録画や配信を行ってみてください。はい、これで今回の動画を終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法やゲーム実況に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。